んこんにちは、アシスタント背景美塾の前田ックスです。今日はクリスタスモ背景美塾、中山さんお願いします。はい、皆さんもう見えてますね。見えてるよ。はい、はい、さあ今日はなんかブラシの質問があると。はい、なのでですね、ご質問いただいた方からこういうブラシが作りたいんだけどちょっとうまくできないというご質問をいただきました、で今回は初めてです。ご質問ついに中山完敗でございます。あら、あ、じゃあブラシを作るっていうのが今回できなかったってことなんですか？そうです。悔しい。だからもう、理想のブラシができなかったんですが、そのブラシの、じゃあどこまでやっていったのかっていうのをご案内していこうと思います。なるほど。はい。はい。まあ、そのブラシ、今回できなかったんだけども、いろいろと近づける努力をされたんですよね。はい。そうです。でまずはこちらはご質問いただいた方がいただいた画像になっております。はい、はい、でこの作家さんは、まずはちょっと今回そのシルブラシ、まあ、一応シルブラシと言っておきますけども、要はなんかちょっと粘度の高い汗っぽいものを描くブラシですね、なります。そちらを作りたいということなんですが、今まではその作家さんはよいしょ、これが、まあ、この作家さんが理想としている描画になっておりますが、この一つ水風呂ブラシというものを使って2本線を引いておいて、で2本線を引いた後に真ん中をこのかすれブラシというものを使って、かすれブラシで真ん中を消してこのような描画にしてしたいということですね。ただこれは2つのブラシで1回描いてから消していますので、要するに1回描いて2回描いてで3回目で消すっていうことで、この描画だけで3回やってるんですね。なるほど、手間がかかると。はい、でそれをなんとか、要はこういうストロークが描けるブラシがあれば1回で済みますので、このブラシを作りたいっていうことなんですね。はい、はいはいはい。ただその作家さんが作った場合だとこうなってしまうんですね。ご質問いただいた方だと、でこの方はやっぱサイズ変更をすると幅だけ広がって黒い線の太さはキープしたいっていうことなんですね。なるほど。筆圧を今弱くした時にそのペンの、なんだ、ペンの太さは同じままで幅だけがスユッと狭くなるようなことをしたいと。そうです、そうです。まさに2本の線があって幅だけを変えたいんです。なるほど。この今筆圧ってあるのが、この例えばぶっといところが筆圧が強くて、細いところが弱くなっているところってことですよね。そうです。この黒い線が筆圧のイメージになっています。でこれは今自分の方で、ね、中山の方でやったものなんですけども、こんな感じです。で自分の方で作ったものはこれになっています。現実って書いてあるものになります。でやはり理想はこれなんですね。理想は上の理想と書かれているところ、線の間隔だけを狭めたいんですよ。線の太さは同じ、その幅だけがシューッと狭くなってる。そうです。これ自体はこの線を1本として間隔だけを狭めたいなんですけども、どう作ってもですね、現実だとこの感覚の設定、なんかクリップスタジオの、すんごい難しい話を急にしますよ。クリップスタジオのペンの設定って移動量の設定というものがそもそもないので、上級者の方はなるほどねと思うかもしれませんが、初めて聞いた方とは何のこっちゃで全然構いません。そういう設定がないので、これをブラシのサイズで何とかするしかないんですね。ただブラシのサイズはペンが太くなっちゃうので、どうしてもこの線も太くなっちゃうんです。まあなるほどね。なので筆圧をこう強くしたときに、もう素材自体が全部大きくなって、予約すると小さくなるっていうイメージですね。そうです、全部大きくなっちゃうんですね。なるほど。まあだからこの現実は筆圧が強いところはぶっとくなって、線自体がぶっとくなって、弱いところはまあそれに応じてこう細くなってしまう。そうじゃないんだと。そうです。そうじゃないんです。ここは一定にしたいんですってことですね。なるほど。わがままな感じがいいですね。はい。なので、なんとかいろんな、どうにかしたいってやったんですが、どうやっても、ちょっと自分の知識では正直無理。多分できないはずです。はい。じゃあとりあえず今回は、ね、できなかっただとね、なんか終わってしまうので、今回じゃあこのブラシはじゃあそもそもどうやって作ったのかというブラシの作り方講座をやってみようかなと思います。ここまで至ったまでをまずはやってみようと。はい、そうです。ではクリップスタジオペイントの画面に切り替えます。はい、はい、じゃあ今回はこちらの原稿を使っていきます。はい、はい、いきます。
でまずはこれですね、これまあいただいてたブラシ、まあ、要はこうやって書いてこうやって書くみたいな、なのでこれ要はこう書いてこう書いて、でもう一つのこのかすれホワイト、はい、あかすれブラシを使って透明にしてばクリップ作業は描画消せるので、うん、で真ん中を消してですね、なるほど、まあ、透明色で塗っていくことによってってことですよね。そうですね。なのでまあ確かにこれ1回2回3回やらなきゃいけないのでとても大変は大変です。手間かかりますね、はい、うん、でじゃあ今回は残念ながら、まあ、自分はここまでできましたっていうものを実際にじゃあ作っていこうかなと思います、はいはい、まずはまずはこれですね、要は今のところこの線をとりあえずこの真ん中の消すっていうところは置いておいて、ちょっと戻しますね、コントロール Z で戻しておいて、はい、要はこの、うん、よいしょ、左右の黒い線、これが2本かければいいので、うん、なのですね、なのでいろいろ考えた結果、まあ、いろんなやり方はあると思いますが、よいしょ、こんな形で上下にちょっと回転しましょうか、こうすると、はい、あなのでこういう素材を作りました、うんうん、なります。じゃあまずはこの素材を、まあ、登録していこうと思います、うん、ああいったような特殊なブラシを作りたい場合はまずは自分で書いてから素材パレットに登録をします、うん、でまずは書いたらば素材パレットを使っていきます、はい、クリックしてで素材パレットっていうです、まあ、素材が入っている棚を表示したらば、はい、あとはこのまま自分が書いたものをドラッグ&ドロップすると登録をすることができます。もう自分のペンとしてカスタムできたんですね。そうですね、はい、でこの後に書き文字とかで使ってらっしゃる方もいますが、ドラッグ&ドロップすればどんどん引き出して使うっていうことができます。でこの時によいしょ、登録したものをダブルクリックして、うん、そうすると素材のプロパティという画面のところで、はい、素材名などを変更することができます。でここでブラシとして使いたい場合は必ず自分もよく忘れるんですけども、このブラシ先端形状として使用に必ずチェックを入れます。これをオンにしないとブラシの先端と素材としては使えないんですね。大事なチェックポイントですね。そうです、うん、なのでこれをブラシ、今回はブラシとして使いたいのでブラシ先端形状として使用にチェックを入れます、はい、うん、であとは右上の OK ボタンをクリック、はい、でこれで準備が整いました。じゃあこれで、まあ、ブラシにできますよという状態なんですか。そうですね、まあ、ブラシとして使える素材になった、うん、ということになりますので、そしたらいきましょうか。ではそしたらばまたね、先ほどの画面の方に切り替えて、はい、じゃあせっかくなのでこの汁、この、ね、もともといただいたブラシをカスタマイズしていこうと思います、はい、これをカスタム、はい、まず1本しか、今は1本しか線が引けない状態、はい、になっておりますので、うん、よいしょ、これでよいしょ、ツールプロパティパレットでここでまあペンの太さなどを設定することができますが、クリップスタジオペインというのは細かいペンの設定はスパナマークをクリックしたサブツール詳細パレットに細かい設定があります、うん、ここのブラシの先端という項目、要はこれがですね、今回このブラシの正体、この描画が連続で連なっているからこういう描画に見えますよってことです。なるほどね、もともとの水風ブラシがそれなんですね。そうです、元のブラシ、うん、そうです。なのでってことはですよ、この描画は要は黒い線を両方2本に描けばいいっていうふうになりますので、なのでこれをよいしょクリックして、じゃあ一旦消しますね、これちょっと今使わないので、はい、でクリックしてゴミ箱マークがあるので一旦消しておいて、はい、で先ほど自分が作った方の素材と差し替えますので、うん、ではそうするとここをクリックしてって言ってるのでここをクリックで、この中から素材を探しますが、まあ山のようにあってですね、探しづらいったらありゃしない。あら、さっき中川さんがこうね登録したやつ、そうです、この中から、ね、当てずっぽうで探すのはとても大変なので、うん、ただ一応左上に検索窓があるんですね、うんうんうん、なので素材名で検索できるので、はい、なので今回だとホワイトとかで入力すれば出てくるかなと、ホワイトとね、よいしょ、ホワイトですね。そうするとここに先ほど登録した本当だ、ね、まあ、この2本の線が書かれている素材が出てきますので、はい、あとはこのまま右上の OK ボタンをクリックすればこれで OK なはず、なんかでもちょっと柄としてはどうかなという感じになっちゃってますよ。何をおっしゃいますやら、そんな気づいてしまいましたか。蛇みたいな感じになっちゃいます。嫌な予感がしますね。ちょっと書いてみましょうか、うん、これで出来
これはよろしくないね。よくあの、これはこの、ね、設定なんで、よくあのなんかレースブラシとかチェーンブラシとかで、ね、あの使ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、この、まあ、要はこういう描画がなるっていうのは、このブラシ自体はもともとストロークの項目のところで、このリボンという設定があるんですね。このリボンの設定をオンにすると帯状に連なるんですね。でただし、まあ、帯状には連なってるんですけども、なんか向きが違う、うん、でなりますので、であれば、ね、これブラシの向きが違うので、うん、だったらば向きをここに向きっていう設定が本当だなんでこれ一応0から360度まで変えられるので、いい、ね、でキーボードで90と入力すれば変わる、これであ本当だっていうことができます、うんうん、これで一応2本の線を描くことはできたとなります、はいはい、あとは問題は真ん中を消さないといけないっていう問題がありますので、ね、これがね、まあ、要は作りたい理想の状態ですが、これを一筆でやりたいっていうことになりますので、であればこれがね、2021年5月のアップデートで追加された例のデュアルブラシの機能を使う。なるほど、まあ、作りたいブラシを掛け合わすですもんね。そうです、うん、なのでもう一個のこのストロークを追加するってなりますので、うんね、こちらですね。なのでブラシ形状からデュアルブラシをオンにすれば大丈夫となるんですが、まあなかなかそうはいかないというところになっていて、うん、オンにするだけだと特に何も、まあ、若干薄くなったような感じ、まあ、なんか見えづらい。そうですね、行きましょうか。よいしょ、中村さんのそこだと見えづらいですよ。ああ見えそうだ、見えそうだ。あ、こだ、こだわりですね。ああ、なんで薄い若干薄くなっただけみたいな感じなんですけど、これは今これですね、デュアルブラシの適用方法、要は2つのブラシをどう組み合わせますかっていう設定が乗算なんで、足し算なんですね、まあ、掛け算になっちゃってるので、なんで今回は逆に消したいので、乗算じゃなくて減算で、減算にすればこれで消えるので真ん中が消えた状態になります。でまだこの状態だとね、真ん中がギザギザしていないので、さっきのこのブラシの先端の方でもこのギザギザとしたタッチの方を登録、素材として登録しておく。2つ目の素材を、まあ、そのなんだろう、さっきのかすれブラシを入れたり。そうそうです、うん、でそうするとできるのがこちらになってるんですね。で一応真ん中がかすれたした状態にはなっていて、うん、で結局まあこれが今のところ自分の、まあ、技術の限界、うん、まあ、もしかしたらクリップスタジオの限界と言えるかもしれないんですが、一応真ん中はかすれてるんですが線も太くなっちゃうんですね。まあね、なのでね、これね、もしね、いや私はできるよっていう方がいらっしゃったらね、うん、ぜひねコメントで教えていただければと思います。ぜひと も,、はい、もう皆さんお力を借りたいというところですね。はい、そうですね、はい、一応このような形でブラシの作ったりですとか、まあね、あのカスタマイズすることができますので、もしよろしければね、自分だけのオリジナルブラシ、ね、一つね模様を描いて作ってみるといいかもしれないですね、うん、はい、まあ、皆さん自身もこう作りたいものっていうのがあったら、今の、ね、お話の中にもこう使える情報がたくさんあったんじゃないかなと思いますので、はい、ね、まあ、皆さんも作ってみて、じゃあと思ってね、私もじゃあこのシルブラシ作ってみようかしらと、そうですね、思っていただく方いらっしゃったら、できたらね、これもう出来上がったらコメントいただければと思います、はい、私は作ったよと、私できますよっていう方で、ね、よろしくお願いします。お願いします。はいはい、はい、まあね、まあ、皆さんのコメント本当に心よりお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日の背景美塾の動画はこれでおしまい、はい、もうよかったら高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです。では次回もまた見てくださいね。